BS 漫画やわ。はい、こんばんは。こんばんは。一つの漫画作品を取り上げて1時間徹底的に語り合う BS 漫画やわ、司会の大月孝弘でございます。ささみねあいです。再放送をね、毎月やってるのになんかね、はい、久しぶりじゃないという方もいらっしゃる。今回生のシリーズですね、はい、今日から生です。というわけで今回のラインナップをご紹介します。はい、こちらになっています、はい。初日、今日ですね、池田理代子、ベルサイユのバラ、2日目、西岸良平、3丁目の夕日、夕焼けの歌、3日目、長嶋真嗣、漫画家残酷物語、そして最終日、西風 GT ロマンとなっています。はい、はい、というわけでこういうラインナップで今回お送りしますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで今日のゲストをご紹介します。はい、はい、こちらです。今夜のゲストはベルバラ大好きという石堂夏穂さん、高田優子さんです。どうぞ。はい、どうも、はい、どうも。ベルバラ大好きだそうで、いやー、石堂さんどうもお久しぶりでございます。よろしくお願いします。石堂さん2回目ですかね。3回目か、はい、あ、2回目ともあるかね。ベルバラの方はだいぶお少ないようで。そうですね、子供の頃読んで、20歳の時に読んで、ああ、また30歳で読んで、節目節目で読んでる感じです。なるほど、はい、じゃあ今日もいっぱい付箋つけてらっしゃいますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。初登場ということで、初めまして。どうも。自称アイドル、みんなからは、売れないタレントと言われております。中途半端なタレントの高田優子です。よろしくお願いします。そうきたか。ベルバラ大好き。そうきたか。ベルバラ大好き。気合入ってんの、なんかいろんな。リハでやってよ、そういうの。リハ変なスリッパ履いてかちんと。勢いでいきました。はい、はい、ベルバラやっぱりお好きな絵で。そうですね、アニメから入って、うん、あの処刑台のシーン見て、なんでこんな人が、こんな綺麗な人がこうなるんだって読み始めたのがきっかけで。なるほど。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。というわけで、あちらの方に。はい、はい、じゃあお席の方へどうぞ。お会いさせて待っております。さあ、それでは、はい、早速レギュラーの皆さん紹介したいと思います。今日ちょっとセットがね、そうですね、変わってますから、喫茶店風ですけども。はい、ではまず最初、漫画家の石川純さんです。どうも、こんばんは。いやー、今日のセットはなかなかいいよね。バラがついてる、バラが。バラが、本当だ。あの、この看板あるじゃない、はい、これいいなと思ったらね、早速岡田がなんか持って帰る、もらって帰る。俺もらいたかったんだけど、俺モエオペンの時にはでっかいペンもらって帰ったから、ね、あれどうしたあれはファンに取られた。そうなんだ。今日はちょっと遠慮してみます。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、続いて、作家の岡田斗司夫さんです。あ、どうもこんばんは、岡田です。なんかね、さっきね、石堂さんにもう絶対知ってると思って、この間のストレッチマンウィズゴスペラーズ見ましたかって聞いたら、うん、ストレッチマンって何ですかって聞かれたから、教えてあげたらすごい嬉しそうに聞いてくれて石堂さんって本当は俺の世界の人なんだなと。違います違います。だってなんか先々週のタモリクラブ録画し忘れたって言ってたじゃん、さっき。嘆いてた。嬉しいな、オタク仲間が増えてって。そんなの暴露しないから。はい、知らねえぞ、俺は知らねえぞ。はい、じゃあどんどんいきます。続いて漫画コラミニストの夏目房之助さんです。はい、ですね、本当にこういう場所にあの通ってコーヒーを飲んでグダグダしていたので、今どんどん意識がグダグダしているんですけどもね。あのベルバラはですね、あの本当にだからこういうところに通ってた時代ですね。30年もうちょっと前か、うん、多分僕が本格的に初めて読んだ少女漫画だと。ほう、うん、でこれで僕の漫画の表現論のですね、コマ構成論っていうのは大体、できたという、ね、うん、いう画期的な作品ですね。というわけで、ちゃんと入りましたよ、作品にね。はい、どうぞ。はい、一応ね。はい、じゃあ熱く語ってください。なんかこれセット悪いのかな。はい、では今夜取り上げる作品ですね、こちらです。ベルサイユのバラです。1972年から74年まで週刊マーガレットに連載されました。作者のプロフィールと作品のストーリーを VTR でご覧ください。はい、池田理代子は大学在学中に書いたバラ屋敷の少女でデビュー。以後歴史に翻弄される主人公とその恋を描き続けます。1972年に始まったベルサイユのバラは1500万部以上を記録、社会現象となりました。18世紀後半、フランスベルサイユ宮殿、後の王妃マリー・アントワネットはオーストリアから嫁いできた。可憐で気高く、誰をも引きつけてしまうアントワネット、そんな彼女を見守る近衛兵、オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ。
ベルサイユで愛のない結婚生活を送るアントワネット。そんな時、彼女の前に現れたスウェーデンの貴公子フェルゼン。二人は許されざる恋に落ちてゆく。そのフェルゼンを不覚にも愛してしまうオスカル。しかしオスカルは思いを隠し、軍人として生きようとする。オスカル、お前は女だ。歴史はやがて彼らを引き裂いてゆく。華やかな宮廷生活と飢えに苦しむフランスの民衆。1789年、フランス革命勃発。王家に背き、民衆と立ち上がるオスカル。命を懸けてアントワネットを守り抜くフェルゼン。アントワネットはあなたのために生まれてきました。人の定めとは、そして愛とは。ベルサイユに咲き散ってゆく花たちを華麗に描き、出版から30年を経た今も読み継がれる不朽の名作、ベルサイユのバラ。オスカー。はい、 BS 漫画用では皆さんからのご意見をお待ちしています。好きなキャラクターや場面、作品にまつわるエピソードなどどんどんお寄せください。ファックス番号 03-5455-6000 03-5455-6000 です。ホームページの URL は www.nhk.or.jp/漫画/になっています。番号やアドレスを間違いのないように気をつけて送ってください。では早速届いている、メールの方からご紹介したいと思います。ミンクルさんからいただきました。ありがとうございます。私の人生を左右したといっても過言ではない、生まれて初めて出会った漫画がベルサイユのバラでした。当時幼稚園児だったので話はほとんどわからなかったけれど、この華麗な世界にすっかり魅了され、幼馴染とベルバラごっこの毎日。私はその頃からアンドレ一筋。その後、成長した私はすっかり長髪の外人さんがタイプとなっていました。特に黒髪と。あとですね、大場ドライブさんからいただきました。漫画岩がついにベルサイユのバラを取り上げるとのこと、すごい勇気と冒険的企画だと思います。熱狂的ファン、熱狂的思い入れのある方が多いこの作品、放送翌日日本全国のベルバラファンが暴動を起こさないか気がかりですというメールもいただいています。あとですね、ファックスではこちらですね、石川ラマンさんからいただきましたイラストなども送られてきています。以上です。大月さん、はい、皆さん非常に性格のよろしいファックスがいっぱい来てるようで、何を期待されてるのかよく分かりませんけど。なんでそんな笑ってるんですか。いやいやいや暴動ね、はい、石川出せとみんながひしめた。なんで俺が出すんだよ。そんなことはないか。はい、すみません、はい、漫画家は縛り首だね。いろんな意味でね、楽しんでいただきたいと思います。高橋さんからいきましょう。はい、はい、当時リアルタイムで読まれた時はどんな感じでした。当時はですね、学生の頃は見てたらこうフェルゼンかっこいいと思ったんですよ。色男かっこいい、うんうん、ところが今こう年いって見ると、年いってアンドレ、ああいう努力派な男の方がいいんだよって、ああいうとこから上り上がった男の方がね、味があるんだよ、かっこいいんだよっていうのをここで知ったんで、だから年代によっていつも見方が違うんですよね。あ、っていう作品っていうのはこういうのしかないんじゃないかなって思いましたね。もともとこういう漫画を好きだったんですか。もともとあんまり読まなかったんですけども、でもまあそのアニメを見て、なんでこんな綺麗な人がギロチンにかかるのみたいな、なんで殺されるのみたいな、それを分かりたくて読んだんですけども。いやいや、アンドレってよく見たらすごい、すげえミスター寸止め男って私は呼んでるんですけど、いつも寸止めじゃないですか。ミスター寸止め男アンドレ、アンドレ銃仕掛けたりとか抱きついてみたいな、汗ぶりなことばっかりするんですけどね。毒殺とかね、毒殺仕掛けたりとか、なんてことだって。でも結局はもう最後はオスカルがめちゃくちゃ好きじゃないですか。だからそういう男に惚れた方がいいなって
すごく毒殺されたいや寸前ぐらいまでね愛されたいなみたいな女の子ってこのアンドレ派かフェルゼン派かとかっていう会話をするらしいですね。なんで昔はまあヘルゼンが今やもういろんな女の経験を経たらアンドレの方がかっこいいって分かったんで、はい、まあ、アンドレの方があの最後に一回させてもらったしね石川さんギリギリ石川さん最後にねやっとここですよ我慢して我慢してやってやっといや寸止め耐えてきた甲斐があったよな耐えてきた甲斐があったフェルゼンもでも最後させてもらったでしょ、うん、最後ちゃんと思いは遂げますよ、うん、フェルゼンも最後の最後で最後そっこさできるんですよ、うん、そうだな、はい、いやそういう話じゃそういう話じゃないね、誰が止めるんだろういやだって石戸さんも一緒になって最後にしましたあなた方が受けるから話が広がるでしょ俺は無視してたここは一組で扱ってくれていいからこれ無視してたのでもねこれねしょうがないんですよだってさ、うん、あの要するにストレートな読者として若すぎるんだよ、うん、まあそうだよね、うん、だからもうすでにこうツッコミの年代から読んでるわけでしょ本来はで本来の読者はさ突っ込む板ままなくここに入ってるんだけどいやだから今回ホームページの掲示板がすごいことになってましてね、うん、もう40歳女性44歳女性42歳女性っていうのがずらーっとこれやっぱりね小学校高学年からね中学生ぐらいで見たら大ショックだよ、うん、絶対にちょうど我々ぐらいだよね年代的に言うとね、うん、ちょうど、うん、僕がねこれ多分中学校1年2年ぐらいの頃だったんだけどもクラスの女の子すごい読んでて、うん、分かんなかったもんで結局その僕も読めって言われてことと掲載雑誌に見せられたんだけどももうみんなが燃えて読めって言った頃って燃えてねそうそうそうオスカルとアンドレの話中心になってたからはっきり言ってねその当時の男子中学生が10ページはそこら読んでも何がそこまで燃えるのかよく分かんなくて、うん、いいやってなってたの女の子が読めって思ってくんだよねそ、うん、の頃でねしかも女の子はね、うん、これはその文法的に少年漫画や、うん、あの普通の漫画と違うという認識がないので、うんうん普通に読めるもんだと思うんだ、うんうん、だからねそうこれが読める人って石川純みたいなね変な人しかいないわけだ、ね、あの普通の文法じゃないからじゃあ夏目さんは違和感あったんだよね、うんうんうん、こっちはすごいこうあの全然こう文法を覚えないと読めないものだったんだよ、ね、石川さんは全然違和感なかったでしょいやだって俺はもう 6歳下の妹がいたからね、うんうん、子供の頃から違和感なく少女漫画読んでたから、うんまあ、自然に勉強してたね、うんうん、だからこれも普通に読めたよ、うん、だから女の子がねなんか読めって言ってその中学の時に持ってきたのは、うんなんだろうある種ね少女漫画の革命みたいな多分なんかねあの僕の世代でいうとガンダムとか宇宙戦艦ヤマトが出てきた時にやっと大人の人に見せれるアニメができたみたいなのと同じようになんかね男の子に、うん、見せて語り合いたいような漫画が出てきたから見てくれみたいな感じだったんだけども、うん、その当時の中学生男子ってそれを受け止める度量がないじゃん、うんうわさをしてたよね。でその後あの宝塚とかのベルバラブームとかがあったから、うん、本読まずになんかああいうイメージで見ちゃって、うんで結局ね僕ねちゃんと最初から最後まで読んだのって二十歳ぐらいの時ですごい感動したんだ、うん、こんなすごかったものを中学校とか高校の時は偏見で読めなかったっていうね、うん、のがあった、うん、吉田さんはそうなんだ俺二十歳代だもんねいくつの時最初生まれました5歳ぐらいですかねそっか年代がそうなるわけ、うん、これ私が生まれた年に書かれてた本なんでそうなるんだそうなんです結局だから学童保育とか行っててそこに置いてあったんですよ学童でベルサイユのかなそうでそこでやっぱそういう時に子供だと、ね、6歳7歳とかだとあのマリー・アントワネットのドレスが綺麗とかきらびやかな世界の方の方が面白かったんですよでだからねこんなあの悲劇だとは思わなかったですね、うん、ストーリー分かるようなのもっと後だよね後ですね、うん、だから二十歳ぐらいの時に文庫本でちっちゃいので出たんですよその時に読んで、はあ、こんな話だったんだアニメで入ったって人も意外と多いんじゃないですか多いんじゃない恐らくね、うん、これはねアニメねまたねやたら出来がいいんだあそうなんだ、うん、あのねちょっとねベルサイユ原作の部分中からなんかねその大河ドラマ的なところよりもうちょっとキャラクター芝居的なものを前面に出して作ってるからねテイストはやや違うんだけどねやたら出来がいいもんだからやっぱりそのアニメと宝塚でベルサイユのバラのイメージってすごい固まってるよねまあもちろん宝塚も強烈だったしね、うんうんうん、だって宝塚を見たことがない人でもあの格好して、うん、アンドレオスカルっていうのみんな知ってるわけだし未だにコマーシャルでやってるもんねパルパルディね、うん結構操縦効果があったよね、うん、あのルパン三世が原作読んだことない人でもみんな知ってるみたいなところがあるよね、うんうん、あのさっき岡田はちょっと言ったけどあの、男、初めて男に読ませられる漫画だと思って女の子が見せても、うん、この時はまだ普通一般
少年誌青年誌読者はまだこれが受け入れられなかったんだよね、うんうんうん、この 1,2 年後に24年組が出てきて初めて受け入れられるようになるんだよ、うんうん、その 1,2 年の差がね結構大きいんだよ、うん、この人はあの、少女漫画革命の前の世代の人なんだよ。あ、なるほど。 そのね最後の代理人の花の人なんだよこの人は、うん、何が違う、端的に言って石川さん的に言うとその差は端的にかまあ共通文法がある、うん、ね24年組はみんなね、青年誌少年誌の革命を見てきてるんだよ。そうか、読者として、ね、そうそう、うん、あのコムとかガロとかで、うん、青年誌少年誌の漫画家たちがどんどん今までと違ったことを やり始めて、うん、これは面白いと思ってみんな自分たちもやり始めたのがあの世代なんだよ。でもこの人はもうそのほんの 1,2 年前だったんで、うん、この人はもうその前に完成しちゃったってるんだよね、あの方向性がね、うん、だからその辺がだいぶ違う、うん、でもベルサイユのバラってねやっぱ面白いよね、うん、昔読んですごいかなりちゃんと完璧に読み返したのはすごい久しぶりだったんだけど、うん、大人になって読んでもね面白いよね、うん、多分これ見てる人の何割かは俺が 何言うかと思って楽しみにしてると思うんだけどいや面白い、うん、それはねとりあえず前まず言っとくまだ面白いですから石川さん偉 い大人になった。俺も学習したんだよ、うん、素晴らしいあれだけ控え室でネジを巻いた効果がいいことから先に言いなさい、はい、本当にね実行して物語に力があるんだよ、うん、大人が読んでもちゃんと楽しめて面白い。こんだけね穴のこう楽屋でみんなで突っ込んだじゃない、うん、こんだけ突っ込みどころが、うん、いやみんなで罪を分けようねこれだけ突っ込むところが満載なのに面白いっていやそれはすごいことだよ、うんうん、これ絶対さ突っ込もうと思えばこれで何時間でもこう楽しめるぐらい突っ込みどころがあるじゃない、うんうんまあ、男塾番組にできますよね。そうそうこれ それなのに面白いんだよね、うん、男塾それがねやっぱりケオの漫画なんだよね。いやでもね流れとしてそうだよ。だってこれちょっとこういそう思ってない人がいるかもしれないけど絶対梶原一騎が出てきたからこれ出てきてるんだよね、うんうんうん、時代的にそうですよね。で、うん、で一見そうは見えないけれども、うん、明らかに白土三平がいなければ生まれなかったんだよ、うん、革命だもん、うん、だからねそういう流れにあるわけで、うん、その勢いがあるわけ、うん、でそれをやりたいっていうその勢いがあるから、うん、勢いが面白いわけ、うん、ものすごい巻き込むんだよ。しかもそれが宝塚に波及したもんだから本気で革命でしょ、うん、宝塚。これね、うん、ちょっと言いたいのがね、うん、少年漫画として評価してるんだもんこれ。あとはね、すごい変な言い方だけども、うん、そのこの絵があるからねこれを読めない男の人がもうどんなにいるか、うん、もったいない、うん、これ風雲児たちとあとベルサイユのバラっていうのは源さんか、うん、対局だよだって風雲児たちを読めない女の人はいっぱいいるんだもん、うん、あんなすごくいい歴史漫画で、うんうんうん、なんかある意味日本の歴史家の両親みたいな部分があるんだけど、うん、でもあの絵だから読めないっていう人いっぱいいた、うん、昔のほら長い号女の子は読めないって、はいはいはい、いたじゃんあれと同じ、うん、でベルサイユのバラでこの表紙とか後ろのこういう絵を見て、うん、やっぱでもそんなこと言ってもこれちょっと読めねえやと思ってる男の人多いんだけども、うん、歴史観すごい、うん、特にねクライマックスの辺のねパリ革命の後の善悪を書かない辺、うん、結局マリー・アントワネットギロチンにかかるんだけども一応ねそのオスカルが、パリ革命側に参加して、うん、で人民革命が成立するんだけど、うん、それは結局2600人ギロチンで殺すだけの残酷なことにしか過ぎずに、うん、ナポレオンの帝王を生むための土壌になったところまで書いちゃうわけじゃん、うん、それをねクールな視点で書けるっていうのは本当にね少年漫画としてすごいと思ったんだ。大河ドラマになるよねこれ、うん、これ大河ドラマですよ、うん、ね、いやだからね NHK はね大河ドラマこれね来年やりゃいいんだよ本当にだって日本のね昔のやつだって結局みんなおはぐろしてないしさ、うん、なんか身長170ぐらいのやつが出てるしさ、うん、嘘ばっかりじゃん、うん、なんか大河ドラマって言っても歴史的な交渉も何もできてないようなもんだばっかりだ、うん、何もできないのは言い過ぎでしたすいません、いいとこだけ撮ってるような講師やってるんだけどだからベルサイユのバラをもうセットで撮りゃいいよ。なるほど本当に。いや、うん、ハリウッドとかでも何百億もかけて、うん、俺ね大学の時それ見たんだよフランスでわざわざベルサイユで本当にロケして撮ったやつ、うん、痛かった、うん、あでもどうだろう、うん、今エリザベスとかジャンヌ・ダルクとかやってるじゃないですか、うんうん、それで、うん、ああいう感じで本当にもう、うん、このフランス革命っていうのをやって、うんうんうん、オスカルは今サーマンで、うん
おお決まってんの頭の中じゃもう決まってる。俺は絶対ね NHK の大河ドラマでね毎週毎週日曜日に日本人が全部やりきって、いやそれはその方が、ね、昔の新人じゃないんだから、そうした方が NHK 生き返ることができるよ。オスカル誰がやるんですか。何の話だ、誰でもいいよ。いや重要ですよこれは。オスカル誰が、ね、だけどね、フランスで一応出てるんですよ確かこれ、うん、だけどさすがにねやっぱり受け入れられないでしょ本家のフランス人が呼ぶとね、やっぱちょっと難しいもんがでもね、あのほら前にフランスに一緒にいたじゃない、はいはい、フランスに一緒にいたって、まあ、ちょっと気持ち悪いけど誰も思ってない、日本の漫画を紹介しにフランスに行ったんだよでそこで、ね、フランスのコミケットみたいなところに行ったら、あのいたんだよ、オスカル様がいたんだよ、コスプレで、コスプレで、でね、それ本当にオスカル、うん、まあだってあんな格好はしかいないよいやすごい似合ってたよ、いや怖いんだね、足長いし、うん、まんまだからね、綺麗でしょうね、うん、でもこのさ、この漫画がね、当時まだ、青年誌少年誌の読者には受け入れられなかったっていうのはね、うん、この漫画のね記号性の高さなんだよ、はい、少女漫画ってね記号性がすごい高い漫画だったかつては、で少年誌青年誌の漫画もかつてはそうだったんだけど、うん、60年代後半ぐらいから、まあ、例えば、今度出てきた宮谷和彦とか、あの辺がその記号性からなんかリアルの方向に、うん、写実の方向に向かって、うん、それは絵柄だけの問題じゃなくて、うん、テーマもそっちに向かっていった、うん、でその数年後に、24年組はそれを追っていくわけだけど、池田理代子はまだその記号性がかなり高い漫画家なんだよ、うん、そろそろ何か言ってもいいと思うんだけど池田理代子は決してね画力のある人じゃないの、うん、で絵にねあんまり興味がない人なの多分、はいはい、そうですか、うん、いやある意味だよ、まあまあ、まあ聞きましょう、後でフォローしましょう、まあ、何の興味がない人は絵描かないけど漫画家の中で絵に興味がある人が選んだ職業の漫画家の中では比較的絵に興味がない人だと俺は思う、うん、それはどういうとかっていうとね、なんか分かるように説明できますか、うん、まあ、例えばね、うん、キャラクターで言うと俺オスカルさん、まあ、なんだっけ、オスカル様しか俺印象残んない、うん、キャラとしてね、うん、他の脇役、フェルゼンとか、うん、アンドレとかですら結構記号のような感じじゃない、うんうん、なるほど、あんまりキャラとして立ってない、うんうん、これはもう、オスカル様を描くための漫画なんだよ、うんうんうん、とかね、あとね、絵の絵柄って、具体的な絵でいくとさ、具体的ねって言いながら具体的に出してないけど、例えば、まあ、どこで見ればパッと今適当にどこでもいい、まあ、今むちゃくちゃ開いたんだけど、うん、どこでもいいんだけどね、例えばこういうとこ見てもこういう肩の腱鞘のこんなとことかさ、はい、もっと下行くとこういう、まあ、飾りとか、はいはい、うん、これね、この当時すでにね青年誌少年誌ではもっと丁寧に描いてたんだよ、そういうディティールをね、うんうんうん、ギャグ漫画でもこのぐらいこんな荒くは描かなかった、ほうほうほう、この人例えば首飾りとか描くときでもね、うん、あれすごいなと思ったんだけど、うん、こう、まあ、ダイヤの粒がこうダーッと並んでるじゃない、はいはい、一つ一つが閉じてなかったりするんだよ、描き殴りなんだよ、ああ要するに完璧にこう線が閉じてないのね、そうそう、だからもうこの人は首飾りって記号を描けばいい人なんだよ、ははははで、フェルゼンって記号を描けばいい人なんだよ、絵にこだわる人はそんなこと絶対しないわけね、だから今言ってる絵というのは、うん、あれ割とこう海外に近い意味で絵なんですよ、はいはい、わかります、わかります、だからその、うん、漫画の記号絵という範囲で言うと、うん、例えばこの一巻の表紙がありますよね、うん、この表紙の目の描き方とかこうそういう意味でこれを絵だとすれば絵に興味があるんですよ、ただここにしか興味がないんですよ、うん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 、つまりそのこの瞳をどう描くか、うん、まつげをどう描くか、うん、これはあの高橋誠なんかの流れなんですけど、うん、まさにそこを見せたいしそこを読みたいっていう世界 の、うん、共通理解としての絵なんですよね、だからまあ記号なんだけど、でこの顔とこの、まあ、どこでもいいですが、オスカルのこの細長い目、うん、の描き方、この場合まつげが非常にその立ってますよね、うん、ピーンと立って四方に発射されてるんですよ、放射状になってる、これが性格の強さと意志の強さを表してるわけで、うん、つまりそれは絵は記号画なんですよ、うん、でそういうところを一生懸命描いてるわけですね、それから髪の毛を
を流れをいかに描くかとか、うん、シワをどう描くかって、シワって言っちゃいけないドレープって言うんだけどさ、だそういうのそういうところに興味がある、それ、うん、という意味では絵に興味があるんですけれども、うんうんうん、その一般的にはその絵画的な意味ではそのなんていうのかな、描いてないところが多すぎるんだよね、うん、あの少女漫画って、あの今でもさ少女漫画ってあの、目玉キラキラで光が入ってバラしょってて、はい、っていうふうに一般的に言われちゃうじゃない、うん、それはこの世代の人たちがあの作り上げた少女漫画っていうイメージなんだよね、うん、もうそれだけこの人たちの存在が大きいってことなんだけど、うん、あの今はもうそこまでの少女漫画の特徴はないんだよね、うん、でもなんとなくイメージをみんな持ってしまう、うん、それはやっぱりね、みんなとにかくそのバラしょってる絵、瞳キラキラの絵をみんな描きたいんだよね、うん、それ以外のところはどうでも、まあ、どうでもいいってことはないんだけど、かなり力抜いてたんでみんなそれが印象に残っちゃうんだよね。でもこれみんな似顔絵一生懸命描きませんでした？うん、描いた。読者描いたでしょ？うん、描きましたよ。まあ、誰描いた？誰描いた？誰？誰っていうのはないんですけど、多分記号類型を描いてたの。そうだからやっぱりまつげはこうピーってなってて、うん、目に行くよね。目に行きます。あの競技はね、ノートね見せてもらったらやっぱ目ばっかり練習してた、うん、ノートだもんね。だからあれだったもん。目が強烈なんですよ。だからパーツを練習するんですよ。うん、こう全体をじゃなくて、あの髪の毛、この跳ね上がりとかばっかり練習してたりとか。そう、ここ顔だけとか髪の流れだけとか、うん、そういうのすごい。そこが描きたいし、そこが見たいっていう時代の少女漫画なんですよ。うん、だからそれを読み手がいたわけですよ。だからほぼ同時期に一葉ゆかりさんとか、うん、そうじゃない少女漫画が出てきたので変わってしまうんですよ、うんうん、でその辺の文脈がね、うん、俺や石川慎は分かるんだ、うんうん、その時代を知ってるからその文脈の中で相対化して読めるんだけど、うんうん、そっか、一条さんがもう出てるんだ。出てるんですよ、うん、それすごいよね、考えたらね、うんうん、でもやっぱり一条さんも出た時はまつげでもね、うん、もっとちゃんと背景が書いてあるんですよ、うん、あ、背景か、うん、背景に、うん、どのくらい力を注いでるか、石川さんの言い方で言うとちゃんとこだわるところある。あ、うん、あのその3、4年一応から出てくる2、3年、3、4年前ぐらいに宮谷が写真をトレスするって嫌な方法を発明して、うん、これが問題のやつですね。少年青年誌が一斉に、うん、もう超リアルな絵に走り始めて、うんうん、少女漫画が数年遅れてそれを取り入れ始めたのが24年組だったんだよ、うんうん、だからこの時代にはもうすでに写真を見ながら、あのかなり不完全ではあるけど写真を取り入れな、あの見ながら描くって方法を描き始めた一段がこっちにドーンと来てるのに、うん、池田理代子は堂々と記号絵を描いてて、うんうんうん、それで物語を完成させてしまってる。でそれがさ気になるかっていうと別に気にならないんだよね、うん、この人あのオスカル様しか印象に残んないとかさ、うんうん、背景がないとか、うん、なんだかんだ言えばいいこといっぱいあるんだけど、うん、あの結構書き殴りだとかさ、うん、あのそれが気にならないって、うん、このね、それはこの物語性のすごさだよね。だから同時代にはその青年史的リアルみたいなものがね、そうそう、もう出てきてて、うん、少女漫画の中にもそういうそのフィードバックがあるのにもかかわらず、ある意味その、まあ、古臭いじゃ悪いけど、もう堂々とやってるって。そうそう、あのね、この9巻目、これが終わった最後に後書き書いてるじゃない、うん、はいはい、その中にね、あの兵士 あの服装を間違えてましたとか書いてある、うんうん、あ、そっか、それね、読んでね、うん、信じられない、うん、そう、間違ってんだったら書き直せばいいじゃん、うん、連載中に書きなあの間違ってたのを、うん、単行本する時には普通書き直すよ、うんうんうん、この人は間違ってましたね、済ましてるんだよそんなところに興味ないんだよ、この人は。間違ってるんじゃなくて、わざと、いや違う、それはまた違う、うん、兵士の服、うんうん、それは間違って、資料がなくて間に合いませんでしたみたいな、かっこよさを追求してます。それは違う、それはまた違う話、うん、違ったっけ、石川さんいたと思う、うん、だからこの人はね、仲いいのね。でもそういうとこに興味ないんだよね、資料が間に訂正できたら、うん、でもオスカルの着用したことそれは違う話だ、違う話なんだ諦めないな、マスコーカーちょっと今のうちに謎の目に行っちゃいますか、石川さんめちゃいじっぱり、初めの目のコーナーです。そこの騙し入りてな、おい彼女は俺に任せてくる。そこの印象とかおかしい、こっから見てると。はい、ですね、改めて僕ずいぶん改めてあの全部通して読んだんですけど、本当に改めて感じるのは本当に顔のドラマなんですよね。顔で全部語ってるんですよ、特に目ですね。これはですね、図の1の五感なんですね。ここで
顔だけでほとんど語ってる。これ見開き5コマ、一応まあ5コマあるとしてですね、人物は2人しか実はいないんですね。いきなりこれ読ませたら誰が誰だか分からないと思うんですが、しかし2人人物がいて、それが11個の顔をこう見開きに書いていて、その半分が、少なくとも6個がアップなんです。でこの中にこれ結構重要な場面なんですが、背景はありません。で、あるとすればですね、降下線、のみですね。でな、しかしこれは非常に重要な物語 の盛り上がりシーンなので、何をしているかというと、とにかく顔を重ねて重ねて描いてるんです。女装じゃないけども、女の格好をしたオスカルというのと、まあ、比較をしてるんですが、それにしても感情移入している先がこの顔である、特に目であるということはよくわかるシーンですね。したがって背景はむしろ邪魔なんですね。だから入れない。また読者もまたその顔を見たい、目を見たいということなんだと思います。こういう重ねがですね、ここは必然性があるんですが、一見必然性がないように見えるところでも、どん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 同じ顔を重ねるというのがこの頃の、池田さんの手法ですし、少女漫画のやり方だったというふうに思います。で、僕は最初見た時は本当だから分かんなかったです。なんでこんなに同じ顔をたくさん描かなきゃいけないのかというのが男性読者としては分かんなかったんですが、図の2に行きます。2巻の192ページ、ここはある程度分かるんです。 理由がなぜかというと、ここで状況説明があります。つまり向かい合っているんです。で、向かい合っているんだけども、向かい合っているとギリギリこの横顔しか描けない。でもこれはやっぱり正面から見たいので正面を描いています。だからこれは実はね、非常に微妙な問題なんですが、こうコマが2つあります。このコマが1つあります。したがって時間、本来であればコマが時間分節だとすれば、この時間はそれぞれ違うはずなんですが、これ同じ瞬間です。つまりコマというのを時間分節じゃなくて使ってるんです。ただこの顔を見せたい、だこの顔を見せることに意味がある。ただこの状況を説明するためにこの大きな絵があるんですね。で、そこで顔が重なるんです。これはだから必然性と意味が分かります。で、もう一つ図の3に行きます。1巻の122ページ、これはですね、これをパッと見せられたら、この2人が違う人間だったら多分分からない。だからさっきから記号という話が出てますが、この紙の効果の書き方ですよね、 こっちとこの違いで実は違うんです。人物が違うんです。それとこれを識別するためには、ちゃんと物語の中に入って感情移入して読んでいれば絶対間違えることはない。逆に言えばそういう文法で成り立っているんです。他で識別させていないということですね。ましてその中心的な人物からちょっと離れた人物なので、そういう現象が起きます。これがですね、男性読者を弾く一つの要素でもあります。それから背景がないという話をしましたけれども、図の4に行きます。7巻の114-15ページの見開きですが、これは本当に盛り上がる場面で、オスカルとアンドレが結ばれるシーンですが、ほとんどやっぱり顔しか描いていないんですよね。で、これはですね、おそらく時間的には一瞬に近いぐらいの時間なんですよ、この見開きで描かれているのは。で、それがそれぞれコマで割ってあるんですね。で、これはじゃあ時間分節としてはっきりと分かれてるのかって言ったら、ほとんど分かりません。で、ここには背景ありません。ほとんど降下線だけです。で、もし背景があるとすればこのろうそくだけです。だからまあ夜だったら分かりますけどね。で、ただですね、この重ねることにじゃあ意味がないのか、そうじゃないんですよ。これよく見るとですね、まず右にアンドレがいます、左にオスカルがいます。顔が見えません。次のコマ、同じ右にアンドレがいて、ここでオスカルの顔が映っています。これはアンドレから見たオスカルですね。で、視点が変わっています。次にここへ来ると、今度アンドレとオスカルの左右の位置が変わります。ちっちゃい。で、その下また変わります。右にアンドレが戻ります。で、こっち行くと、また左にアンドレがいます、ね、で、ここでもひっくり返ったら分かりますね。これ全部緻密に見るとですね、全部ね、回ってんですよ。もしこれがカメラだとすれば、これは回転してるんです。こうだな、うん、ずっと後にデパルマがやるようなことを漫画の中でやっていて、一種のめまいなんですね、これね。
でそれをね描けたっていうのはね、これあのこれを発見した時に少女漫画ってすごいなと僕はあのこれマジな話で、その当時70年代の初期に僕は読んでですね、これは前衛漫画だと思ったんです。本当に手法的に前衛だと思ったんです。ただ前衛だと思っていない前衛なんですね。あの要するに主観の意識の中を忠実にコマで構成しようとするとこうなるんだなっていうことで、そこが重要なんですね。あのそれが分かった時に僕はだからコマっていうのが分かったようなあの気がしたわけです。で、つまり時間分節に全く縛られないコマ構成とかあり得るのだということです。次に背景の問題ですね。図の5、参加の104ページに行きますと、ここは珍しくというか背景があります。でさっきから言ってますけど、非常に、まあこの建物の描き方とこの人物たちの描き方を比較するとかなり落差があります。まあ、とりあえず建物と階段というふうに分かればいいという程度の記号性なんですね。そしてここに立っている本当はこれが見せたいわけです。そして読者もこの美しい後ろ姿が見たいわけです。でこの人はここにいるんですね。これよく分からないんですよ。で、ね、ここがつまりここでもやっぱり人物が同時の人物が異次同時的に重なってるんですね。でここで背景を出したというのはですね、状況を説明しなければこの人の悲劇が描けないから。しかし明らかに優先順位としてはこういうこのオスカルの顔とかこの立ち姿に優先順位が圧倒的にあって、背景はとりあえずそうだと分かればいいという程度の優先順位になっていることが分かります。したがって、その辺はそのやっぱり書く方も読む方もそこを優先順位して読んでいるということになります。もう一つ背景については図の6、これは要するにこの歴史ものなので歴史的時間を表すための背景というのがあります。これはまあなんか教科書に出てきそうな背景なんですね。でこれによってその歴史的な説明をしています。でこれは物語を理解するためにドラマを理解するために必要な情報なので読ませなければいけない。で、それがどういう状況であるかを示すためにモブシーンも群衆もあります。しかし明らかにもうこれはもう人じゃないっていうか記号ですね。だけどこれを読ませるための工夫としてここにオスカルの大きな絵があるんです。でこれ ない状態を想像してください。ほとんどどうでもいい絵になってしまうわけです。しかしこの情報は読ませなければいけないからここにオスカル、そういう優先順位になってるんですね。でいわば、読者からすればこの背景というのは読まなきゃいけないけれどもオスカルの引き立て役のような形になってるわけですね。それから、次にコマ構成の問題で図の7に行きますが、この人がよくやる非常によく使う手法ですが、この縦の断ち切りのコマ構成というのは非常に使えますね。でこれはね一般的に言いますと漫画の時間というのを右から左に動いていきますので、縦に上から下まで断ち切ってしまうとそこで時間が全部止まることになるんです。でこれを使って左右にこう振り分けていくんですね。でこの手法をよく使います。でここでは何をしているかというと、例えばこういう絵は明らかに今現在の顔なんですけれども、その現在の顔に絡めて状況を説明していくんですね。で特意なのはこういうセリフです。これはですね一見ナレーションに見えます。あるいは心の中で喋っている言葉に見えます。しかしどうもね実はこの吹き出しを書いていないけどもここで喋っているらしいんですよ。まあ、どっちとも取れるようなことなんですが、この言葉の使い方は非常に得意です。おそらくそれは内圧が高いために吹き出しがなくなってしまうんだと思うんですね。その言葉がね前に前に出てくるんです。そうするとコマとか絵とかの手前に出てきしまうんですね。でおまけにこの断ち切りでもってここで時間が止まっていますので、非常にその空間性の高い、あまりこう時間できちきちっと送られていかない画面構成になります。で、これをですねちょっと模式図で多分見た方が分かりやすいと思うので、やってみるとこういうことになります。つまりこれがさっき の模式化したコマの構成なんですね。でこれはですねもし仮にこれを横から見るとこういうふうに重なってるわけですね。おそらく最低3層になってるわけです。この3層になってるっていうコマの構成が
僕は当時本当にびっくりした、あの駒っていうのは重ねられるんだっていうところなんですね。でしかしこれを全く自然に使ってる、多分その意図して前衛的にやろうとしてるわけじゃないわけですね。それが必要なんです、この少女漫画には。でこれは多分僕がその男の読者だからこういうふうに感じたのでしょうけれども、無意識に作られたその、重なるコマなんですね。でこれは後に、洗練されて、男性の漫画にも取り入れられることになります。で少女漫画が作り上げた非常に大きなコマ構成の功績です。それから図の9に行きます。で結局そういった要素の重なりによってこういう画面、これも、最後に一番盛り上がるオスカルが死んでいく場面ですが、象徴的なのはここに顔があります。で瞳がないんですね。で瞳がない透明な顔っていうね、でその後ろに重要な情報であるはずの背景がありますよね。だから顔の方が偉いというかですね、ここでもう最も顕著に顔の優位性っていうのが出てくるんですね。でそれともう一つこのコマですね、こういうコマの切り方、これもよくやりますが、このコマは一体何の意味があるんだろうと思いますけども、縦に切っていく、縦に切っていくんです。全部その縦に切っていくことによってここの滞空時間を伸ばしていくということになりますね。でそれとこういう言葉、これはもうもはやだから喋ってるのか内面の言葉か分かりませんけれども、これがその、縦に切って重なったコマの手前に浮いているように見えます。でそれ自体が要するにその感情というものをいかに様式化して漫画化するかという実験だったんだろうと思います。ですから確かにこの後いわゆる24年組の文学化する少女漫画ってありますけれども、その直前でそういう実験はすでに完成、していたと考えるべきだろうと。で、ただそういう様式だけではなくて、その背景にはやっぱり白戸三平から梶原一騎に至る漫画の和法をいかに少女漫画の読み方の中で生かすかっていうことがおそらくあったんだろうと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さっきから少年漫画、青年漫画、少女漫画とか分けてるけど、本当にねそれぞれってこう互いに影響を与えてフィードバックし合ってんだよね。俺昔少女漫画で連載、何年ぐらいだっけ、80何年ぐらいだったかな、少女漫画でしばらく何年か連載してた時に、少女漫画の小回りとか一生懸命研究してさ、女の子にやっぱりちょっと読みやすくしなきゃなと思って、いやだからさっきのこう重なるやつね、コマが時間、時間を表していたりいなかったりとか、レイヤー重ねた、表したりとかね、あれの本当によくわかる。でそういうのを結構ね、80年代ぐらいから青年少年誌の漫画が本当に取り入れてるんだよ。でそれは本来こう青年誌が少女漫画に与えた影響であって、そこからまた青年誌少年誌戻ってきて、本当にね何度も何度もそれ繰り返しやってるんだよ。それに最近じゃアメコミの影響とかね、とかいう漫画ってね本当にこうごちゃごちゃのもうるつぼの中に入ってるような面白いジャンルなんだよね。でもこれ夏目さんいいですか、はい、これ池田さん無意識にやってる、本人に聞いてみなきゃ分かんないけど、それはですね、言い方無意識って完全な無意識じゃないです、だけれどもちょうどスポーツとか格闘技と同じように、とっさに動くような、形じゃないとこういう作品書けないんですよ。リズムで方法意識持ってるわけじゃないですよ。リズムでは違いますよ、だから訓練ができてるんだね。そう、例えばね宮谷和彦なんかはねかなりもっとリズムに書いてるんですよ。ですよね。だそうするとねこんな形にはならないんですよ、だから半分無意識っていうのかな、一応ねちょっとジャンル違いなんだけど、プロモーションビデオを撮るときにギターソロの時はカメラ動かせって言われてんだ。でそういうふうにすると絵が流れてるように見えるとかね、だからそういう手法みたいなものもあるから、多分作者としては手法で意識的に描いてる部分ももちろんあるだろうけども、その手法だけで作ったプロモーションビデオってやっぱ下手くそで見るに耐えない、運動神経がないと絶対に撮れないので、そこはやっぱ個性なわけね、多分もう作者が運動神経で描かないとある程度、さっき夏目さんが言ったそのカメラがぐるぐる回るなんていうのは、あれはもう
映像やってる方から見たらイマジナリーラインっていうか、うん、車軸超えるって一番やってはいけないこと、うん、この位置関係があったら寄ったら、うん、こっちの人は絶対この方向のまま寄らなきゃいけなくて、うん、これを回すっていうのは見てる人混乱するからやっちゃいけないと、うん、もうね一学期に習うようなことを平気でやっててそれでスーッと読めるっていうのは、うん、よっぽど高等な技術か本当にそれを肉体で覚えてペンでやってるからる身体的な才能があるってことだよね、うんうん、それやってるのは池田理代子とブライアン・デ・パルマぐらいだよなあの池田理代子ってね、うん、あというかベルサイユのバラってさ、うん、今なんか千何百万部とかトータルで売れてるんだよね、うんうん、って言われてますよね、うん、それだけさ稀有な作品ではあったんだよ、うんうん、ただね、まあ当時も思ったんだけど今の目で見てみればなおさら、うん、決して、レベルの高い漫画ではないじゃない、うんまあ、絵も決して、まあ、この人はまあ最後までそんなに絵は上手くならなかったけど、うん、この頃はまあかなり正直言ってかなり下手、うんうん、であんまり構図とか構成力とかそんなにある方じゃない、うん、あと色のセンスはかなり悪い、うんうん、じゃあなんでねなんでそんなに面白いのかっていうのはあのねこの人デビューしてまだ、この頃数年うん、そこで引いてるねこうやっていやデビューしてまだ数年やっとねやっと、自分も力をつけてきてそれから発言力がついてきてそろそろ本気が出せる頃なんだよね、うんうん、この頃ってね傑作が出ること多いんだよ、まだね完成はしていないだからレベルは低いんだよ、うん、あの別に池田理代子だけじゃなくて、うんうん、みんなデビューして数年だとまだ力ついてないただ意欲がこの時期ってすっごくあるんだよ一番伸びしろがある時ね、うんうん、もうとにかく書きたい、うん、このテーマを見つけたらあもうとにかく何でもいいから書きたい、うん、まだ今書く技術はないんだけど、うん、とにかくこれを今書いておかなきゃいけないと思ってね、うん、その勢いで書いてる、うん、これがね俺ベルサイユのバラのね面白さの理由の、うん、すごく大きい理由の一つだと思うあの、自分のことを言うとあれだけどもあの俺もデビューして数年の頃に、後に代表作って言われるのを書いて、うん、今の読むとね俺これ代表作って言われるの恥ずかしいなと思うんだよ、うん、すっごい下手なの周りはそう言うんだよね、うん、でね多分ねこの池田さんもね、うん、ベルサイユのバラ代表作って言われると、うん、あでも今だったらもっともっと書けるのに、うん、多分思ってると思う、うん、でもこの時じゃなきゃやっぱり書けなかったんだよ、うん、今書き直したら、うん、もっとうまく書けるんだけどこんな面白くならないこれはこの時代の池田理代子が書いたからこそこんな面白かったんだよね、うん、それはねやっぱり技術とかそういうレベルの問題じゃないんだよな、うん、だからやっぱ面白いあとこの時代 の, その少女漫画界があったから書けたわけですよね24年組とかがバーッと本格的に出てくる前 の,、うん、その旧態依然とした少女漫画がこのままで読まれなくなっちゃうんじゃないかというところに出てきた最大級のなんか爆弾みたいなもんでしょこれは、うん、まずそのこれね、うん、あの今では信じられないかもしれないけど少女漫画で本格的に歴史ものをやったっていうのはこれ初めてなの、うんうんうん、それから多分明らかにベッドシーンと分かるものを、うんうん、あの長尺で書いたのもこれが初めてなの、うんうん、でそれをなぜやったかっていうとこの時おそらく池田さんは革命の情熱を持ってた、うんうん、これは比喩ではなく、うんうん、その当時の若者はみんな本当に持ってたの、うん、俺も含めて、うん、で その熱なんだよ、うんうん、でそれがね無理やり人をに読ませるしね、うんうん、感動させるんだよ、うんうん、だからその要素は池田さんが求めるリアルにとって必要だったんですよ当時、うんうん、おそらくね 俺と夏目たよりも、3学年ぐらい上上だね、あ、そんなもん。そうすると段階のど真ん中だから、うんうん、まさにね学生運動もう革命に燃えてた世代なんだよね、これはね、うん、もう必然だよね、うん、綺麗な絵だけを描きたいとかそういうのだったらねあのルイ14世の天然痘で死んでいくシーンとか描けないよね、うんうん、あれ死ぬシーンすごいよね、うんうん、じゃあファックスいきます、はいはい、千葉県の35歳の女性の方、あゆママさんからいただきました。そうですよね、何回読んでも間違いなくハマります。今は愚かな時代の犠牲者、うん、アントワネットの方に、アントワネットの方に感情移入しちゃったりして主婦だから。それにしてもこの大作を20代前半で書き上げてしまった池田先生はすごすぎる。じゃあ知り上がりさんだ、ありがとうございます。これじゃあやじきただよ。
誰だあんな絵描いたの。それから、埼玉県の29歳マリモ太郎さんからいただきました。ベルバラが取り上げられて嬉しいです。とても好きな作品ですが、ツッコミどころはたくさんあると思います。そこも大好きです。アントワネットとフェルゼンの王政の時は、ああ今唇が重なっているんだろうなというような斜め上からのカットだったり、そのものの、シーンはあまり描かれていなくて、その奥ゆかしい、試みが好きです。はい、あとですね、兵庫県の38歳ポッポさんからいただきました、はい、ベルバラにはとても思い入れがあります。それは私が生まれて初めて読んだ漫画だからです、うん、当時小学校3年生だった私は、漫画の読み方がよくわからなくて、友人の姉に漫画のコマの読み方を教えてもらい、悪戦苦闘して読みました。ありがとうございます、はい、それからですね、ベルバラを初めて読んだのは中学生の時でした。同じ頃少年誌では後ろの百太郎が流行っていて、私は両方とも読んでいたのですが、クラスで急にコックリさんが流行って、ベルバラ好きのクラスメートが3人放課後に教室でコックリさんをしていて、先生に送られたことがあったのですが、す実はその3人はコックリさんでマリー・アントワネットの霊を呼び出していたそうです。バカですねという大バカ、メールですね、いただきました。ありがとうございます。はい、高田さんのレジュメがね、僕なんとかしたいんですよ。いやいやいや、そのね、番組始まる前に見せてもらったレジュメすごいんだよね。今日話そうと思ってたって。いやいやいや、でもなんかおっさんたちの難しい話についていけねえや。本当に絵の表現とかわかんない、なんとなく面白いって思っただけなんですけども、まあ、ここに出てくる王子いるじゃないですか、はいはい、もうすごいそういう人をね、ダメボンボンですよ、うん、そういう人をね、ぜひ旦那に迎えてね、うん、私も、やっていきたいなって思って。そういう結論。ダメボンボンがダメで、あのアンドレになったんじゃないの。いやいや、でもちょっとね、最終的にはね、ダメボンボンでね、うん、そっちの方が言うこと聞いてくれるし、彼氏も作れるんじゃないですか。最終的によその国へ駆け落ちする時も手引きしてくれるし。難しいおっさんなの、横澤さん。わかんねえ、わかんねえけど面白い。面白いですよね、はい、うんうん、あ、そう、なんかこう最近出たこの復刻版にカルタがあるんですよね。カルタすごい、素晴らしい、これすごい、このカルタ本当素晴らしい、ね、石戸さんがまたね、悪魔のような目で、ね、ピックアップしてるんですよ。素晴らしいというかね、こういうメーカー自身がね、セルフパロディみたいなことしていいのかって、これ思いいのかって本当ですよ。ベルサイユの場でカルタじゃなくたっていいじゃん、うん、トランプにするよせめて。いやでも今カルタこれで撮ったらすごいよね。でも本当名場面集、名場面集だこれ。ちょっと名場面集です。抜いてもらってください、カメラ抜いてもらって。後ろ来てる、後ろ、あ、後ろ来てる、後ろがいいよ、あ、本当だ、後ろ来てる、はいはいはい。これもう文句があるならベルサイユにいらっしゃい、文句があるならベルサイユいらっしゃい。すっげえジャンル返しそうろか。でこっちがぬるいショコラで、ぬるいショコラで命拾いだ。ことわざ素晴らしいんですよ、このカルタ、ね、本当に。多分ベルサイユのバラ読んだ人はなんでよりによってこのシーン見事って言ってると思うんだけど。俺もちょっと言わせ、はい、どこですか。カメラ来ないと寂しがってます。イケメン揃いのこの絵。そう、イケメン揃いのこの絵だよ、ね、イケメン揃いのこの絵だよ。その絵でこれ出すのうまいよね。気持ち悪いよ。そう、アがアンドレ青いレモンで、イがイケメンこの絵体でしょ。アンドレ青いレモンはすごいよ。あれなんか封を開けた瞬間にアンドレ青いレモンが出てきた瞬間に全て許す気分になる。でも今回これが特典なわけでしょ、このボックスは。全巻揃いの送られてきた、開けた瞬間びっくりしました、カルタ入ってるんで、ね、うん、それもあの昔のそうそうそうバージョンのまま読めるっていうのは、そうそうそう、僕ね、だからね、ちゃんと読んだのって、あの一冊になってる豪華本の時、あれがでも あれも買ったの2回目か、うん、なんだけども、こっちの方がやっぱ思い入れあるから嬉しいね。なんか絶版になったことはないというか、もう未だにこれ増刷されてるっていうね。そうそうそう、やっぱある意味国民文化だよね。1500万部でしょ。そう、桁違うよね。うん、基礎教養になっちゃった、ね、基礎教養になっちゃった、ね、私だって友達のお母さんから、うん、これ面白いから読みなさいって、男の子漫画ってなんだかんだ言っても、そのドラゴンボールとかね、あとあのリングにかけろみたいな、その世代の男の子だったらほとんど全員読んでるような世代漫画ってあるんだけども、女の子の場合世代漫画がなかなか出ないですよ。親子で受け継がれちゃうんだよ。ベルサイユのバラの次がもうでもこれもほとんど同時代で、ガラスの仮面があって、そこから先同世代漫画っていうのがずっと今に至るもないような状況だから。ガラカメとベルバラだよね、やっぱね。テレビの CM で、うん、なんかキラキラの服した人が2人来てさ、うん、アンドレ・オスカルって言うと、それが何やってるかみんなに分かるんだろうね、うん、それすごいよ。そうだから国民の 90% が知ってながら、多分国民の 90% がフランス革命の話で知らないんだよね。そ, うそうですね、うん、本当にもったいない、面白いね。でもまあ、フランス革命としての話で読むとして読むと、まあ、ちょっとあの表面的すぎるかなって気がするよね、うん。これやっぱりオスカル様の話だよ、うん、でオスカル様の話だと思って読むと、
最後の一巻大所さんはいないんだよね、それが意外だよね。それもねやっぱりねいいよ。だって一番最初マリー・アントワネットから始まって、うん、でなんだろうでオスカル様が最初ねこの人を生涯お守りするっていうこれ通俗的な少女漫画だったら最後までそれ行くでしょ、うん、それが急にオスカルは今この瞬間からなんかパリ市民のために立ち上がるっていう、もう大転向やるわけじゃん、うん、本当に革命だよこれ。やっぱさっき夏目さんもおっしゃったけど、うん、本当に梶原一騎級のね、うん、ある種そういう浸透力ってやっぱ持ってたんですよね。だと思いますね、うん、だからその梶原一騎さん自身はほら絵描かないじゃない、うん、だけどあの世界の持ってるものがあるんですよ。だから多分この後エースを狙いですよ。だよね、うん、多分ね、これ漫画はね、ベルサイユのバラってねすごくしょこの当時の少女漫画にしては異様に肉体性があったんだよね、うん、これでもね、そうそう、今にだって分かりにくいけどね、うん、生めかしいんだよ、そうそう、この頃の少女漫画まだね、あの母子物引きずってた頃だもん、うん、この中でねこの時代にその時代にこれを描いてるっていうのは、ね、やっぱすごいよ。今や鴨居正成ですからね、そうそうそうね編集者もよく書かしたよね、うん、いやだから当時としてはかなり危ない漫画っていう面もあったんですよね、うん、いやそうですよ、うん、だってこれも、9巻だか10巻だかにさ、うん、その前に書いてた短編が入ってるでしょ、うん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 、でそれでさ、全然違う、うん、だってドキドキして読んでてんだからこれ、女の先生が恋人とキスしてんのをさ、うん、高校生の男が見てさキスしなんかして汚らわしいとか言ってんだよ、うん、すごいよねこの距離感がさ、うんうん、そういう まだそれがわずか何年か前でしょ、だから当時として思いっきり踏み込んでるんですよ、うん、これでも娼婦とかそう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 レズとか言葉出てくるじゃないですか、とんでもないって話ですよ、とんでもないですよね、だから遠いとこまで来ちゃいました今、ね、そうですね、汚れちまった、ほんとみんな汚れちまったよ。いやでもね女王様がねちょっと贅沢したらねそれでね借金しなきゃいけないとかその財源はどこにあるとかねやたら面白い本当に、うんうん、でもこれで世界好きになったとかねありますからね、実際ね、それはあると思います、うんうんうん、興味持ったとかね、あの昔やった三国志で中国文学みんな好きになったのと同じようなもんだよね、それはあれかな、なんだっけ、なんだっけ、ちゃんと仕込んでおいてください、なんだっけ何あれを見てあの町に行ったらなんだっけ名前が出てこないや、石川さんもおろくしたんだ石川さんが言いたいのはあれでしょ、エロいから愛を込めてを見て、うん、エーベルバッハに行くような、エーベルバッハ市に行く人が増えたようなもんかな俺何も言いませんからね振ったって無駄ですよ、言いますよそんなことは、はい、高田さんは不手くさいでないで、せっかく付箋あるんですから、なんか言ってください。いやいやいや、そんだけ付箋貼っといてね。いや、そのレジュメ書いておいてさ、卑怯ですよ。いや、すごいなんかちょっと読みすぎちゃって。レジュメ面白いじゃん。それ、隠れコミしてあそこ貼ろうかって言ってたんですよ。コミケで出すぞ、それ。別のコーナーでまたやりたいと思います。別のコーナーで。個人的なコーナーで、はい。そうですね。はい。メールファックス来てますね。250以上いただいたみたいですね。その割にやっぱイラストも少ないよね。イラストがね、ちょっと俺もっと来ると思った。イラストいっぱい来ると思ったね。さっきの知り上がりさん風のもあったけど。はい、ちょっといくつかメール紹介しますね、はい、宮城県の健吉さん、はい、46歳の方からいただきました、うんうん、夏目の目でオスカルの死ぬシーンを20数年ぶりに見た、でドヒャ泣けてしまった、恥ずかしい、バカだねいい人ですね、はい、それから、スージーさん、はい、22歳の方からですね、はい、いただきました、中学生の時クラスメートにベルバラを貸しました、その時オスカルかっこよすぎと熱弁を振るっていた彼女は、うん、歌とダンスを始め数年後宝塚に入学しました、恐るべしビルワラ、それはすごい、うん、すごいですね、そっち行った人もいるわけだ、はい、なるほど、それから NP さんからいただきました、うん、どうしたんですか石川さん、どんなきつめの意見を言ってくれるかと期待していたのに皆さん激褒め、ファンとしてはとっても嬉しいのですが、うん、よかったですね、石川純も大人になるということで、でも一応言うことは言ったけどね、うん、いやでもね、俺宝塚も見に行ってるんだけど、うん、本当に宝塚世界に合うね、うん、あもうね、仕込んだよね、っていうかもう今や代名詞に近いでしょ、これ宝塚で言うとこれになっちゃうもんね、うん、いやもう本当に道具立てが宝塚のために作られてるんだよ、うん、で宝塚のもう長年やってるから、あの編曲とかね、あの衣装とか背景とかね、ちょっとねダサいんだよもう、いやだから正確に言うとこの頃の宝塚に一番あったんですよ、そうそう、うん、70年代のなんだけどやっぱり見ると面白いんだよ、うん、それもねやっぱり池田理代子のこの漫画に似てるんだよな、うん、やっぱ物語性の凄さにやっぱそういう細部が気にならなくなっちゃうんだよね、セリフもまた舞台上っていうか
大げさって言っちゃなんですけど、うんうんうん、舞台宝塚っていう言葉で語られるべき言葉がセリフになってます。そうだね、この漫画の中のなんかネームっていうかセリフがすごい舞台映えする、舞台映えするんですよ、工業なセリフ回しってことあるじゃないですか、ショコラが YouTube の人と覚えとかああいうやつ、それは絶対2回言うじゃないですかもすごい気になるんですけど、でもあれ舞台であの宝塚の人とかが言うとあそこで結構みんなグッとくる、うん、るでしょ、だってもう私の屍を越えて行けとか私の血で紅に染まって行けとか俺の屍を越えて行けて僕の目を見てそんなにここ満喫の物質じゃないんだからそんなに面白いね、そこのツーショットがおかしいすんごいおかしい、はい、あ、じゃあちょっと先にちょっとすみません、明日の告知を、はい、告知、はい、告知を、はいはい、したいと思います。はい、こちらですね、明日は、はい、こちらでございます。西岸良平の三丁目の夕日、夕焼けの歌です。ゲストはローリーさんになっています。ローリー来るぞ、はい、お楽しみに明日も見てください。はい、というわけで、はい、今日どうもありがとう、ありがとうございました。小川さんダメだよ、もういやいや、それにしても決め台詞言うとき本当テンション低いですね、急に低いからびっくりしちゃって決め台詞嫌なんですかいや、そうだけいつもテンション低いな皆さん大丈夫だったでしょうか、はい、でも別に少女漫画だから手加減したとかないもんね、これ、というわけで、はい、ありがとう。